やっほー、皆さんこんにちは、翔太です。引き続きこんにちはです。はいですね、レーザーレベラーライブですね。結局でタイムトライアルだったんですけど、まあ、このありさまですね、このありさま、まあ、もうすぐ終わるんですけどね、まあ、ほぼ8時間か、最初ライブでやったところがまだ2時間15分ぐらいと、で今結局4時半からその再開してですね、どんなこった、もう8時ぐらいですね、終わる。あとまあ10分ぐらいで終わるんで、8時ぐらいで終わるんで、まあ3時間半ですね。なんで結局ところまあよく言って7時間4時間と2時間、あ、そっか、6時間ですね。6時間かかりますね、一旦1時間ってよく言ったもんですね。まあこれでほとんど仕上がりました。一番端のこの外周一周はね、もう最初ね5センチぐらい下げても仕上げました。で5センチ下げてこう真ん中に持ってきた土を使って、最後それを鳴らして仕上げてます。でまあトッパーさらに下がってってるんで、まあ、実際はまあ、3センチぐらいかな、3センチか2センチぐらい、外側だけ外周だけ下げてあるっていう感じの動画ができました。はい、で、まあ、最後仕上げね、前行進で最後やります。もう何回かやりました。こっちも前行進でやって、で こっちから顔をこっち向けてこう前行進もして、で最後もこっち向きに今頭向けて出口向けてこう前行進してるんですけど、ほとんどこれがね、この緑がつきっぱなしが望ましいということで、どこ走ってもね、この木がたまるでもなく、隙間が空くでもなくですね、ここがあって揃っています。はい、できていると思います。ほとんど車体もね揺れないですよね、こういう感じ。あ、まあちょっとこの辺からは走るか。苦労しましたよ。まあいつも通りですけどね、これぐらいはかかりますね、やっぱり。で田んぼの水分もやっぱ若干高かったんですけど、まあなんとかならないわけでもないというぐらいの水分でしたね。ライブが終わったところが確か、外周を踏んでましたね。踏んでちょっと真ん中を一回鳴らす、無作為に走るっていうパターンをやってました。でその後、来客があって、中断して、で、帰ってきて、まあ、4時半ぐらいに走るときですね、まずその後、外周を、違うか、もう少し真ん中をぐるぐる回ったんだ。でその後外周をきれいに少し下げてですね、作業機を5センチ下げてこの外周をやりました。で下げたやつをこうキュッとこう中に持ってきて、中に一旦置いとく、山を作って置いときます。でそれを使って、中を仕上げていく。で中を仕上げていくときに、まあ一発でいくとちょっとこう全部持ちすぎちゃうんで、ちょっと下げて、じゃあちょっと上げて、移動して、ちょっと最後下げてみたいな感じで
で、大体こう、それが慣れてきたら最後はもう前後進、前後進だけで終わらせるってことですね。で、もう前後進、前後進で本土。で、こう、田んぼの、こっちが道路側ですね。道路側。で、向こうから、ケツからこう、こういうふうにこうして、向こうがケツでこういう、こうやってやってきたんで、最後ちょっとここだけ、溜まってますんで、それだけちょっとこう鳴らして、出口ですね。あ、出口向こうか。反対だったな。まあ、いいか。はい。まあ、一番外周にはもう立ち入らずにやってます。外周、一番外周はもう、ベベラ一本分はもう立ち入らずに、水の回り道ですね。水の、ま、回し口。水が、まあ、排水ができるようにね、やってます。下げときは、最悪、もし、どこが近辺が微妙でもね、外周だけ、ちゃんと、低かったら、ある程度水ははけてくれるんで、作業性は良くなるかなと思っています。はい。大体 OK かな？まあでも今年初めてですからね、こんなもんかな。うん、まあ撮影もしながらだったし、途中ちょっと来客もあったんで、まあまあやっぱりでも1時間に10ワールやりたいですね。1時間に10ワールはちょっとなかなか燃料もがっつり使ってるしね、辛いですね、ちょっとこれは。1日、そうね、1日8時間乗っても80ワールしか行かないよ。ちょっと間に合わないよねこれ。まあ大変ですよ。雨が多くなってくるね、4月とかにはもう絶対終わらせておかなきゃいけない作業なので、終わらせるってか、もう橋をね終わらさなきゃいけないんで、3月いっぱいでもう橋を終わらせたいんで、なかなか大変です。はい、はい、大変でございます。まあまあ、そのとこでもうしょうがないんで、ここで、まあ、これでね、もう出て終わりにしましょう。ちょっとこう、観察しましょうか。あんま分かんないんですよね、結局最後の最後は。もうちょっとやっぱ明るいうちに終わんないと仕上がりが分かんないっていうのは正直あります。畳みます。切っとかないとね、電池がバッテリーが上がったりします。お水はあった？
ないか。ないな。これで会社に帰ってですね。あとから発酵機を取りに来るっていう感じですね。少しだけ田んぼ見ていきましょうか。よし。まあ、暗いから分かんないか。まあ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 ね、仕上がってます。こういうのがね、こういう、まあこういう言っちゃうのはしょうがないけど、こういうボコっていくのとか、まあ、ないように、まあまあ平らになってると思いますよ、多分多分雨が降るとね、よくわかりますね、これ。まあこう、綺麗な縞模様になってるんではないでしょうか。いやー、いい景色ですね。向こうの方ね、四日市の工場夜景が見えてますよね。これもかっこいいな、おい。キラーン。キラーンですよ、キラーン。夜のね、トラクター、本当にかっこいい。セミ黒ね、この、艶やかなこの、遺跡の青とね、このスガロンの白。いいですね。ケンパーの時はちょっとね、ダサいからね。サイというかケッパーの時はあの青いトラクターに、赤い作業機ですね、赤いケッパーがついていて、で顔が緑なんでちょっとなんかちょっと色がねガチャガチャしてますけど、この時期はねいいです。あの青いトラクター、ブルーメタリックに白い作業機がついてますんで、とてもおしゃれですね。でこれをまあちょっと畳んどきましょうか。もうね何も見えない、暗くて。あ、なんかこうデコボコしてんなダメだな、こうデコボコしてんな。歩いても分かるぐらいデコボコですね、こうはい、ここで回る。まだこいつが動いてます、ちゃんとぐるぐる回ってますね。ストッパーを緩めて、くるくる回す。どれだ、これか。キャタツをね、持ってこなかったんだよね。ほんとちょっとアホだったな。よいしょ。よっ。よっ。おしょ。はい。これね。もうエラーで今止まりました。当たり前ですけど。トップボタンか、これか。よし、水持って、あとでこの脚立は、脚立じゃないか、これは軽トラで取りに行きます。ふぅ、終わった。とりあえず終わったな。よし、あー疲れた。ライブ映像ね。あの、これ、この今短い動画の前の、超苦労したね、ライブ映像が出ますんで。まあ、あの、ほら、もしよかったらご覧ください。編集とかしてませんので、あの、もう、撮りっぱなしなんで、あの、お見苦しいとかもあるかもしれませんが、まあ、よかったら見てみてください。レーザーレベラーのライブ中継ということで、レーザーレベライブっていう名前で発表してますんで。レーザーレベライブね。ラブライブみたいでしょ。ラブライブ。レーザーレベライブです。はい。じゃあ、そんな感じで。かっこいいトラクターをね、バックにお別れしたいと思います。バイバーイ。お仕事でした。かっこいいと思った人は、いいねボタンお願いします。